大相撲の春巡業は18日、千葉・浦安市で開催され、大関・霧島、27イコール陸がこの春巡業で初めて稽古土俵に上がった。最初の相撲こそ小結に仕切り、33イコール伊勢の海に寄り切られたが、2番続けて寄り切った後、湘南の海、26イコール高田川に4連勝し切り上げた。久々の力士を相手にした稽古土俵に、やりづらい。 取りづらいといとうのはあったまだちょっと初日なので直したいことはあるかなと思った。これから稽古していけばどんどん良くなっていい体調になると思う。残り少ないけど巡業で鳴らして調子を戻していけたらと副長への青写真を書いた。3月の春場所では11日目に負け越しが決まるなど5勝10敗。昨年7月の名古屋場所から気になっていた。 という肘の痛みと初場所前のひどい時は夜も眠れなかったという首の痛みが原因で初場所は初日の3日前から稽古ができなかったというまだ思い切り当たると痛みがあると首に不安は抱えるが角番で迎える夏場所5月12日初日東京両国国技館にはやり返すという気持ちで力を見せたいと気丈に話した霧島自身は 転籍した音羽は3部屋での船出の場所にもなる夏場所前には他の部屋の席取衆を呼んで何人かで1回暴動稽古をやろうかなと思っていると話した